コンテスト対策講師吉原亜美です。いつも見ていただいてありがとうございます。今日は大会ってなんでルールがあるのっていうところをお伝えしていこうと思います。各大会ね、いろんな趣旨でされていて、目的もやり方も全く違います。まあ、大体似てんねんけど、やっぱ各大会色はあるなと思っているんですね。で、その中で例えばスピーチは30秒、20秒、10秒とか決められてると思います。で、テーマについてはね、最近増えたなと思うのが自由ですっていう大会結構増えてきたなと思っていて、まあ、過去は例えば和文化についてとか、世界で羽ばたくための女性についてとか、自立心な女性でとか、いろいろ決まってたんだけど、なんか最近自由ですっていう生徒さんが多いんよ。スピーチのテーマ何って聞いたら自由です、でも時間は30秒ですみたいなことをおっしゃるところが結構あるなと思っていて、でもまあそれもそれでルールなんですね。自由というルールなんです。でね、なんでルールがあるか、まあ一つは一人がさ、例えば30秒喋ってて、 B さんは5分喋って、 C さんは3分で、だってバラバラやんバラバラやと見てる側もせやけど、バラバラやとよう分からんのよね。でましてバラバラやとたくさん喋った人ってある意味得やん。たくさん喋れるんだもん、時間決まってない場合ね、っていうのもあるかな。でもう一つはこの人30分喋ります、この人は1分ですってなってくるとさ、大会終わらへんで、でしょ。別にスピーチの大会でも時間決まってるぐらいなんだけど、一人が30分とか5分とかいろいろ長い人とかも現れると、もう聞いてる側の観客もしんどいし、大会終わらへんで2日間3日間ぐらい分けなあかんよねっていう尺の問題もあるし、でも最も大事なのは1分とか30秒って決められたその尺の中で自分の思い考えを短く端的にまとめて、かつ人に伝わる話し方ができるかどうかっていう審査なんですよ。だからタイムって決まっているの、わかります？まあ大会によってはね、そのエントリー者が10名とかちょっと少ない感じだったりとかすると、オーガナイザーはやっぱりみんなに喋らせてあげたいっていうのがあって、1分超えても1分15秒ぐらいまでやったらいいですよっていうオーガナイザーとかもいてます。でも私は1分で喋ると決まっているんだったら1分で喋ってって思ってます。それがファイナリストにとっての仕事でもあるのよ。1分って決められてるんだったら1分なの、59秒でもなく1分1秒でもなく1分なんです。そこで決められた中で喋れないんだったらファイナリストとして立つ意味ないと思ってます。立つ資格がない、ルールが守れないんだったらっていうぐらい、私は大会のルールっていうのは守ってほしいと思っているんです。だからウォーキングもそうなの、2ポーズですって決められてるのに、なんで3ポーズしてんのとか、なんでワンポーズなんとか、ツーポーズって言われたらツーポーズなんです。わかるかな。だからまあ私はスピーチとウォーキングをよく担当させていただくんですけど、まあ、司会台にいることも多いねんね。聞いててあれこの人ちょっと長いって思う時あるんですよ。そういう人って例えば30秒って決まってたら33秒ぐらい喋った。で、大会によっ
ってはね、30秒になったらビューって音楽上げられて音声聞こえんくなるとか、そういうのもあるし、チーンって鳴らしはるところもあるけど、チーンなってても音楽上がっててもまだ無理くり喋ってるファイナリストって結構いるんですよ。見苦しいなと私は思ってます。もうその時点でありがとうございましたで締めるべきやと思うんですよね。だから私は受け持った生徒さんに関しては30秒1分、今まで一番長かったのは3分のスピーチだったんですけど、それでも180秒3分で終わらせるんです。だから間延びする、忘れる、詰まるとかということを考えて28秒とか58秒とかで仕上げるんだけど、ぴったり30秒で音楽流れる時にはボリュームアップされる時にはありがとうございましたが言い終わってるか言いかけてるかぐらいの感じに仕上げるんです。30秒なんだもん、タイム決まってるんだもんっていうとこなの。だからね、大会のルールって結構いろいろあるのよ。ドレス規定があったりとか、頭の上にティアラ乗っけちゃダメですとかね、ダメやと思うよ。ダメやと思うけどダメですとか、なんだろうな、着物の種類が決まっているとか、でちょっと着物はよく分からへんねんけどさ、例えばミスの人が振袖で出ますって決まってんのに一人だけ振袖じゃなかった場合どう見てもおかしいやんでしょ。あのストーンとしたタイプのドレスって決まってるのに一人だけこんなん着てはったりとかさ、おかしいやん。自由なんだったらいいよ、そこは自由にしたらいいんだけど、うん、なんか大会で決まってるルールに反抗したりとか、私はこうなんですとか個性を潰したくないんですとか言うてる人いるけど、ファイナリストとしてその大会に立たせてもらうんだったら、その大会のルールっていうのは私は守ってほしいなと思う。でどうしても納得ができないルールがあるんだったら、そこは反抗するんじゃなくって、事務局の方なり講師だったりになんでそうなのかっていうところをちゃんと聞いて納得するまで聞いたらいいと思う。うん。だからルールってね、やっぱりある大会ってさ、グランプリとか準グランプリとかつけるじゃないですか、順位に。その順位をつける大会で何の規定もなく全くフリーですってなると、どこで順位つけんのっていう話になってくるでしょ。ただの発表会や、そうじゃないというとこなんですよね。そこが理解できてないファイナリストも結構いるなとは思ってます。前ね、大会の審査規定の中に笑顔が入ってた大会があって、笑顔が素敵な人、魅力的な人っていう審査規定がファイナリストにも伝えられてたんです。笑顔も審査に入りますよって。なのにある一人のファイナリストが、私笑いません、クールで行きたいんですって言うはってね、何言ってんだと。審査に笑顔が入ってるんだから、笑わなかったらあなたの笑顔の点数はないんだよって言ってたんだけど、私はクールで行くんです、でもずっと言うてはってね、ほなもう好きにしてくださいと、講師一同事務局一同もうお好きにどうぞっていうところに落ち着いたんだけど、もちろんクールな状態で出てきたから笑顔ゼロでした。そしたら笑顔の点数は0点なの。ほな彼女は笑顔点数がない分マイナスなんよね。他がどんなによくってもやっぱり笑顔の点数で点数取れないんだもん、ちょっとマイナスなんですよ。で結局入賞も入らなかったし、副なんだ特別賞みたいなのにも入りもしなかった。で後で言わはって、なんで私落ちたんですか、いやいや笑てへんやっていうみんなに突っ込まれてたけど、そういうことなんよ、笑ってないんだもん、点数入らへんわ。だ
から大会のルールって守らないといけないんです。どうしても守りたくないんだったらもうそれはそれやけど、守らない分そこに点数はないよっていうことを自分で納得しないとダメやと思うし、守ることが嫌なんだったら大会辞退しって私は思ってます。合わないんだもん。そういうことでしょ。例えば会社に入って、いやもうこの会社私の考え方とは一切合わへんわって思ったら辞めはるよ。そこを押し通してその会社にいることって、まあよっぽどね、就職なんだったりとかさ、そんなんもあるかもしれへんけど、よっぽど嫌やったら辞めるでしょ。ちょっと嫌やな思ってるぐらいやったらいるかもしれへんよね。お給料も欲しいし、大会もちょっと嫌やな思ってるぐらいやったら合わせるかもね。けど、いや私は30秒以上喋りたいんですとか、テーマと全く違うスピーチがしたいとか、もう論外やん。やったらもうそういうスピーチができる大会に行かはったらいいし、自由にやらせてくれるところに行ったらいいと思う。その大会にこだわる必要性がないと思ってます。ちょっといろいろ喋ったけど、大会はルールありきなんです。そこに不満があるんやったら、その不満を納得するぐらい話を聞くか、納得できひんねんとやめるしかないよねって私は思っているし、ルールから外れてる人がなぜ入賞してんねやって思う時も正直ある。それは減点じゃないんですかって心の中では思ってます。まあ、それもその大会が決めたことなんで、私が言える立場じゃないからね、ここでちらっと言ってますけど、なんか私の生徒さんみんな30秒で2ポーズで決められた通りやってんのに、なんでスピーチ40秒喋った人が入賞してんのっていうのは一回抗議したことがある。ある大会で、なんでですかっていう、大会が黙ってましたけど、私それはちょっと許せなかった。ルール守った人の方が損みたいになってたからね。で別にその40秒喋った人も大したスピーチ内容じゃなかったし、見栄えもそんなめっちゃ笑顔とかもなかったのに何なのってすごい不満があって、それは抗議しました。結局その人取り消しになってた。なんか講義もね、その一講師がどうなのっていう立場ではなかったと思うけど、なんかその時はすごい、え、なんでっていうのがあって、もうこの大会の講師クビになってええわと思って、それでもちょっと講義をしてしまったんだけど、後でオーガナイザーがとはちょっと和解しましたけど、和解というか説明はしてくれはったけど、まあ、結局そのグランプリ取った方は剥奪、グランプリ取り消しになって、ちゃんと規定内でされた方が新たにグランプリってなってましたけど、まあ、なんかほんま複雑やねんコンテストって、いろんな思いが被るから複雑やなと思うけど、やっぱり私は一講師として、決められたルールは守っといた方がいいと思っているし、守るべきやと思っているのよね。で裏方やってても、うわあの人バミリよりめっちゃ前出てポージングしてるってなったら、みんなその後の人バミリより前に行く。ほんな全員が5秒ずつぐらい遅れていく。かける50名ぐらい追ってみ、250秒も尺がずれる休憩でちょっと調整できるぐらいやったらいいけど、そうじゃなかった場合どないすんのこれっていうのもあるしね。裏方目線で行くと、で司会目線で言ってもおーって思う時もあるし、でもやっぱり私は講師っていう立場であることが多いので、それで言うと大会規定で決められたルールの中でそれでも最高な自分を見せれる人に賞をあげたいなと思うし、そういう人が
その大会を引っ張っていくグランプリであってほしいなと個人的には思ってます、うん、まあぜひ今から大会に出張るっていう人がいてたらルールは守るようにしましょう。じゃないと各方面いろんなところのスタッフが困ってるしではルールの中で自分を最大限に表現できるように自分をブラッシュアップしはったらいいと思ってます。